こんにちは、懐かしのハムロボット。タカトクトイスから販売されていた超時空要塞ごとの VF1 系ヴァルキリーの詳細。年代は35年くらい前発売されていたものです。この頃アニメやパソコンを好きな人はオタクとかオタッキーと呼ばれていたそうです。超時空要塞のクロスが放送されていたのは1982年から1983年昭和の時代。年季が入っているおもちゃでよく残っていたと思います。 VF1J はヴァルキリー、ガウォーク、バトロイドの3タイプへ変更。現在のプラモデルのフィギュアと違い、形はスマートではありません。時代を感じます。別売りでバトロイドに装着できる装甲システムです。装甲システムを装着すると重量感のあるバトロイドになります。胸部と肩のミサイルハッチが開閉可能です。ガンポットには付属で飛ぶミサイルがついています。照準器が引き金で弾が飛び出します。ヴァルキリーからバトロイドへ変形、垂直尾翼を高め、続いて車輪を収納します。足を180度回転させます。腕を横に開きます。頭を回転させます。アンテナを立てます。格納されている腕を出し、バトロイドの完成です。次にバトロイドからガウォークへ変形。頭部のアンテナを格納し、頭部を畳みます。垂直尾翼は折りたたんだままです。機体は反対に向け、足を折るなどザゴーク形態に変形。以上が35年以上前、タカトクトイスから発売55分の1の VF1J でした。